149丁目、グランドコンコース駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT ジェロームアベニュー線と、IRT ホワイト、プレーンズロード線の乗り換え駅である。ブロンクス区、モットヘイブンの東149丁目と、グランドコンコースの交差点に位置し、2系統と4系統が、終日、5系統が深夜を除く終日停車する。 東149丁目とグランドコンコースの交差点南東、南西の角にそれぞれ階段が2つずつ、計4つ出ている。i r t ゼロームアベニュ入線の149丁目、グランドコンコース駅は1917年6月2日に開業した島式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の地下駅である。駅は IRT ホワイト、 プレーンズロード線ホームより上層に位置し、同ホームへの無料連絡通路が接続している。また、ニューヨークセントラル鉄道の未成駅の痕跡を見て取ることができる。IRT ホワイト、プレーンズロード線の149丁目、グランドコンコース駅は相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の地下駅である。駅は、 IRT ジェロームアベニュー線ホームよりも仮想にあり、同ホームへの無料連絡通路が接続している。ホーム西側では、天井が丸く高い構造となっており、IRT ブロードウェイマイナス7番外線の168丁目駅や181丁目駅に似た作りになっている。また、ホーム南端には閉鎖されている、古典橋とエレベーターがある。駅は1905年7月10日に、 モット・アベニュー駅として開業した。当駅はブロンクス区内において最初に開業した地下鉄駅である。開業当時の駅舎はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。今日、モザイクを用いてモット・アベニューと書かれた駅名表はすべて金属製の149ストリートグランドコンコースと書かれた駅名表に覆われており見ることができない。 かつては、南広報無北端にあった一つのみかつての、駅名標を覆わずに無傷で残していたが、非常に激しい降雨の後に、深刻な水漏れが発生し、駅名標を構成していたタイルのほぼ全てが、壁から剥がれ落ちてしまった。またはこの駅名標を修復する計画を立てることは、なく、2011年の秋にこの部分に、金属製の現在の駅名標が取り付けられた。 駅の南側では IRT ジェロームアベニュー線への連絡線が分岐し、上り勾配を進み、当駅の上層階から出てきたジェロームアベニュー線に接続している。この分岐地点は通過する列車の本数が非常に多く、分岐する後系統の列車は発車、到着が1分ほど遅れるのが日常となっている。ホワイトプレーンズロード線は分岐地点をそのまま直進し、 ハーレム川を潜って142丁目ジャンクションで IRT レイノックスアベニュー線に合流している。1905年の駅開設時から2002年までは南北線の間に柱がなく線路を挟んで反対のホームをしっかりと見ることができた。その後、通信ケーブルの固定のために細い柱が建てられた。ありがとうございます。